ジョエリントン・カッシオ・アポリナリオ・デリラは、ブラジル・ペルナンブー・コ州アリアンツァ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。2015年6月、18歳の若さで、TSG1899 ホッフェンハイムに引き抜かれた。その後、オーストリアへ、武者修行に出されるが、2018から19シーズンに、復帰。 開幕節の FC バイエルンミュンヘン戦に先発した。9月22日のボルシアドルトムント戦で初得点。その後はマルク・ウートの後釜としてホッフェンハイムのエースストライカーになりリーグ戦7得点を挙げた。2019年7月23日、ニューカッスル・ユナイテッド FC と6年契約を結んだ。2016年にロベルト・フィルミーノを リバプール FC に放出した際に得た4100万ユーロを上回るクラブレコードであることが発表された。移籍したサロモンロンドンの後継者として期待を寄せられていたが、リーグ戦初得点は8月25日のトッテナムホットスパー FC 戦で、それ以降は第10節を終えてわずか1得点と入荷するの得点力不足を象徴した。ありがとうございます。